どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボーホテルのステータスソフトランディングについて公式からね発表がありましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、マリオットボンボーホテルの公式の規約上にですね、ステータスのねソフトランディングについて発表がありましたので解説ねやっていきたいなと思うんですけども、まずねこのステータスのソフトランディングって何ですかっていう方もねいらっしゃると思いますので、こちらについてね簡単にね説明させていただくと、マリオットボンボーにはですねステータスでアンバサダー、チタン、プラチナ、ゴールド、シルバーっていう感じでステータスがありますよね。仮にですね2022年にチタンステータスの人で防衛しなかった場合ですね、来年のステータスはねどうなるかというと、プラチナステータスに、ね、なった場合、これがまあステータスとして1個落ちますよね。チタンステータスから1個落ちる場合、これがソフトランディングっていうふうに言われておりまして、まあチタンステータスの人がですねステータスを防衛しなかったにもかかわらずプラチナに1個下にね落ちただけになった場合が、これがねソフトランディングっていう風に言われているわけなんですけども、こちらはですね2023年どうなるのかっていうのがですね、マリオットボンボーのね公式サイトから発表されたっていった形になるんですよね。ですのでまあチタンステータスの人がソフトランディングが適用になったら、まあ来年プラチナになる、まあプラチナステータスの人であればまあゴールドに1個落ちるみたいな感じで、まあソフトランディングだとまあ1個下に落ちるだけなんですけども、もしこのねソフトランディングが適用されなかったらですね、チタンステータスの人が、防衛しなかったら基本的に基準のステータスまで落ちますよね。まあマリオットボンボープレミアムカード持っている方はカード持ってるだけでゴールドステータスになりますんで、まあゴールドまで落ちるわけなんですけども、これがソフトランディングだとまあプラチナに落ちるか、まあならなかったらゴールドまで落ちるかみたいなね、まあこういった感じになるわけなんですけども、まあこれについてですね、公式のね発表がございましたので、ちょっとね前振り長くなりましたけども、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで早速ね発表された内容なんですけども、2023年のステータスソフトランディングについてはですね、アンバサダーのみがねこちらソフトランディング適用っていうのが発表されました。ですのでアンバサダーステータスの方だけですね、このソフトランディングが適用っていう風になりますんで、アンバサダーステータス保有されている方で2023年何にもステータス修行されてない方でも基準のステータスに落ちるのではなくて、チタンステータスにね2023年はね落ちるって言った形になりますんで、これはねアンバサダー持っている方はねめちゃくちゃありがたい対応ですよね。ステータス防衛してなくてもですね、チタンステータスであと1年間ね利用することができるっていう風になりますんで、まあチタンステータスね保有されている方で今年ねステータス防衛されてない方はですね、ぜひね覚えておいていただければなと思います。またですねそれ以外の方はねどうなるのかというと、まあ今回ですねそれ以外の方に関してはソフトランディングね適用されないっていう風になりますんで、基準のステータスまで落ちるっていった形になります。ですのでチタンステータスの方で、防衛ね今年してない方に関しては、マリオットボンボープレミアムカードとかね持っていればゴールドステータスまでね、落ちるっていった形になりますし、まあプラチナステータスの方で防衛してなかったらですね、マリオットボンボーアメックスプレミアムカード持っている方はゴールドステータスまでね落ちるっていった形になります。もちろんねこちら持ってなかったらですね、さらにその下までね落ちるっていう風になるわけなんですけども、2023年に関してはですねこういった形になります。でこのステータスのね切り替えについてなんですけども、これが適用になるのが2023年の3月からっていう風になりますんで、今のステータスに関しては2023年の2月までね利用することができるっていう形になります。まあこういった感じでね発表になりました。まあ非常に残念ですけども、このソフトランディングがですね話が出たということは、まあヒルトン同様にですね、2023年は今までみたいにですね特別対応でマリオットのねステータス延長みたいな、まあこういった可能性もなくなったっていった形になるんですよね。これも結構残念ですよね。というのもまあ個人的にもですね、海外のブログとかにもね書いてあるんですけども、まあ日本に関してはですねかなりね自由に移動することができて、まあ外国とかに関してもですねほとんどの国でまあ移動制限っていうのはなくなってきているわけなんですけども、まあ一部中国とかですねまだね隔離政策が残っている国もねありますので、もしかしたらですね延長みたいなのもねあるのかななんていうふうに思ってたんですけども、まあ今回ね、こちらに関してはね言及されておりませんので、まあ現時点ではですねステータスの延長はないっていった形になるんですよね。まあ個人的にはですねもうアジアでもね移動制限がねない
国に関してはですね、まあ、これでまあしょうがないのかななんていうふうに思うんですけども、一部ね隔離政策が残ってる国に関してはですね、ちょっとね特別対応を出していただきたいなって個人的には思うんですけども、まあこれもちょっとねどうなるかわからないっていった形になりますよね。まあ今回ね、こういった形で発表がされました。で、今回ね、ソフトランディングが公式サイトの規約上にね、発表されましたということで、まあこういったことはね、今まであったのかっていう話なんですけども、ちょっとね、前の話にはなりますけども、SPG グループとマリオットホテルがですね、統合して、今のね、マリオットボンボイホテルっていうね、グループが、まあ、誕生したわけなんですけども、これが大体2018年ぐらいの話で、このソフトランディングはですね、ここら辺の2019とかね、に発表されて2020年とかにですね、こちらね一度あったんですよね。そういった経緯もありまして、今回ね発表があったのかななんていうふうに思うんですけども、まあこれもねステータスの延長のね話の、まあ、一部でもあるのかななんていうふうに勝手に思ってたりしてるんですけども、まあこういった感じでね発表されたんですよね。以前はねあのステータスの買い戻しなんかもですねできたんですよね。これも結構前の話で、2017とか18とかね、まあ、そこら辺だったんですけども、プラチナステータスになって、翌年ねプラチナ落ちてもですね4万ポイントでねそのプラチナステータスを買い戻すみたいなね、まあ、そういったこともねできた時代があったんですよね。個人的にはですねこれねめちゃくちゃ復活してほしいなと思うんですけども、まあこういった時代もねあったんですよね。ということで今回ですね、マリオットボンボイホテルのステータスソフトランディングについて発表がありましたので解説ねさせていただきました。残念ながらですねアンバサダー以外の方はソフトランディングね適用になりませんので、まあステータス延長もねこれで発表はもうないっていう風になりますんで、今年ね防衛されてない方はですね来年はね、陥落していくっていう風になりますんで、まああとね残り1ヶ月切りましたけども、ステータスね保持されたい方はぜひね修行してみていただければなと思います。またねちょっと前の海外のブログでね話題になったんですけども、マリオットプラチナステータスのレイトチェックアウト16時までっていう特典がありますよね。こちらですね規約上は16時までのねレイトチェックアウトっていうのは規約上保証されている特典っていう風になってるんですよね。私もですねこちら空室次第でこの16時までのレイトチェックアウトっていうのが利用できると思ってたんですけども、規約上はですねこちらレイトチェックアウト16時までっていうのは保証されている特典っていう風になってるんですよね。こちら皆さん知っておりましたかね。私もね知りませんでした。クイズ次第でね適用されると思ってたんですけども、こちら16時までのレイトチェックアウトはね保証されている特典っていう風になります。でただですねこちらアップグレードってありますよね。ゴールドでもプラチナでも、客室のアップグレードっていうのはあると思うんですけども、こちらねアップグレードをされてしまうとですね保証対象から外れてしまうっていう風になりますんで、もしねプラチナステータス以上の方でレイトチェックアウトがどうしても利用されたい方は、このアップグレードを選ぶかレイトチェックアウトをね選ぶか、こちらね選択していただければなと思います。まあこちらですね海外のブログでも、まあ規約上はね保証されているっていう風にね、話しているわけなんですけども、これね一つ難点がありまして、一応規約を確認するとですね保証されている特典っていう風にね対象外のホテルはもちろんあるんですけども、それ以外であれば保証されているっていう風に記載はあるんですけども、これホテルがねこの16時までのレイトチェックアウトをプラチナステータス以上の方ね保証されている特典っていうのを知らないっていうことがね結構あるんですよね。またねホテルも知らないですし、デスクもねこれ知らないケースがあるんですよね。だからこういう時にどうするのかっていう話もありますよね。はい、下手すれば知らないホテルであればですねホテル側と揉めてしまうケースもねあるかななんていうふうに思いますので、まあ規約上はですね、保証されているっていうのはね記載がありますので間違っているわけではないのでね言ってもいいと思うんですけども、揉めるっていうかねそれが否定されてしまった時にですねうんっていう感じですよね。そのアンバサダーステータスで一番上まで行くと、まあパーソナルコンシェルジュの方とかねついたりしているんで、まあ相談するっていうのはねアンバの人であればできたりもするかもしれないんですけども、まあこのパーソナルコンシェルジュの方もこちらね一部知らない方もね中にはいらっしゃるみたいなので、まあ国内だとねまあ相談だぐらいでね思っといた方がいいのかななんていうふうに思うんですけども、まあ海外であればですね
海外っていうのはですね、基本的に権利っていうのは、まあ、主張しないとね、利用できないケースもね、多々ありますので、まあ、海外ではね、ガンガン言ってっていいかななんていうふうに思うんですけども、まあ、国内に関してはね、ちょっと、まあ、とりあえず言ってみるぐらいのね、感じで利用するのがね、いいのではないのかななんていうふうに思いますかね。まあ、海外はね、ガンガン言っていただいて、私もね、海外行く際にはですね、外国語のね、翻訳アプリでね、ディープルっていうのがあるんですけども、こちらでね、翻訳してよくね、利用させていただいてるんですけども、こちらね、ぜひ利用してみて、交渉ね、していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。